2人ともさ、はい、一番プレイしてるゲームって何？人生で。俺はファイナルファンタジー11。マジで？早いな。オフゲーでそんな長いの？オンラインゲームだから、私は。敵作る際は危ない。前のオンラインタイトルだね。そうなんだ。なんだろう。ああ、いや、余裕でメイプルストーリーだ。メイプルストーリー。メイプルなんだ。うん、メイプル。ゲームプレイした。あ、いや、サドン、サドンアタックだな。数万いってるね。あの、インゲームの時間、何時間じゃないんですけど、4年とかだったはず。あ、作ってる。ゲームタイム。ね、ゲームタイム。まあ、放置も結構あるけど、はいはいはい。サブアカとか含めたらもっと多いっすね。やってんね。俺、10年やってたからな、あのゲームは。あ、そうなんだ。サダさんは PUB じゃない？いや、アバか。アバだね。俺もサダンアタックだった、そういえば。アバだけはマジで測定不能なんだけどさ、うん、あのインゲーム中の生きて行動してる時間だけが加算されるんだよね、プレイ時間に。何それ。下手なやつが短いってこと。死んだら止まるんだよ。死んだら止まるし、 AI も止まる。あのボット打ちとか。それで4600時間ぐらい。やば。やばいね。うん、いやもう単純にこう集中して画面に向かった時間がそれだけあった。やばいな、もっとあるな、余裕で。はい。確定不能なんだよな。まあでも俺10年もやってないからな。やだやだやだ。笹さんほど長くはねえだろうな、MMOでもないし。途中あれっすけどね、休止期間ありましたけどね。ああ、そうなんだ。うん、おお。え、捕獲じゃないんだ。捕獲か。いや、捕獲か。すげえ完璧だ。もう慣れてる。まあ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 、もうね、そう、20時間ぐらいやったし。確かに、ね、もう、ね、もうそうね、うん、もう掴んだね。敵の大きさで大体どんぐらい時間かかるか分かる。チャンネル登録者数多そう。もう反応。